こんにちは、クリッカートミーです。メルセデスベンツ S400D フォーマティックに試乗。メルセデスベンツ S クラスに3リッターディーゼルターボ搭載。現行メルセデスベンツ S クラスには 3.0 リッターの直列6気筒ディーゼルターボを搭載した S400D フォーマティックがラインナップされています。340馬力、3600、4400rpm、700Nm、1200、3200rpm という圧倒的なアウトプットを誇る S400D フォーマティックは 2150kg というヘビー級ボディでも軽々と発進、加速させる力強さが大きな魅力。それでも街中ではジェントルの走りに徹することも可能で、よほど不用意にアクセルペダルを踏み込まなければ安っぽい飛び出し感はなく、粛々と速度を上げていきます。S クラスにふさわしい上質なマナー感を備えているのも印象的。しかもディーゼルエンジンなのに回転フィールに荒さがなく、シルキー6と表現できるほどスムーズ。条件が整えば 5000rpm、 レッドゾーンは 5300rpm、 近くまで回そうと思えば回せます。街中ではマナーよく走るのも容易な反面、アクセルを踏み込んでいけば獰猛とも言える圧倒的な加速フィールを堪能できます。最も驚かされるのはディーゼルに付きまとう音、振動音がガソリン車に近いくらい抑え込まれていて、遮音・吸音対策が入念に施されているのが分かります。アイドリングやごく低速域に少しディーゼルエンジンらしいカラカラとした音が察知できるものの、ディーゼルエンジンと言わなければ分からないほど静か。これより静かなディーゼルエンジンはレンジローバーのディーゼルエンジン仕様くらいしか思いつきません。同モデルは SUV ということもあって、エンジンとの距離が S クラスよりも遠いということもあるでしょう。また QAT の変速マナーもウルトラスムーズと言えるほどショックなどとは無縁で、シルキー6のディーゼルエンジンという新しい高級車窓を提案しています。乗り心地も上質そのもので、しかも路面を捉えて離さないロードフォールディング性能の高さにも驚かされます。試乗車は雨混じりでしたが、雨天時の高速道路でも 4WD による圧倒的な安心感が得られました。また試乗コースは首都高速を中心とした比較的平坦で直線路中心でしたが、これなら大きさを感じさせず、ワインディングでもストレスなく走れるはず。後席に座る機会の多そうな S クラスですが、ドライバーズセダンとしても高い資質を備えていることが S400D フォーマティックからも存分に伝わってきます。なお車載の平均燃費は 10.5km/L を指していました。エコラに徹すればもっと良くなりそうです。